はい、じゃあ手前決まりました。レイチェル・プラチナでお願いしたいと思います。さあ、そして中央台は親子対決ですね。レリウス・カルルというどっちも1キャラずつのエントリーとなっているレリウスとカルルがここで先方戦ぶつかっております。モケモケフェイタンですね。そして奥は、ライチ・アマネとなっております。さあ、勝利して、もうここ決まりましたか。先方戦勝利したのはアベスさんのアマネ、先方戦制しております。さあ、手前真ん中、手前ってあのライモニター的な台が手前で、真ん中奥みたいな言い方を、しておりますが、その3台で、1回戦は進行していきます。1回戦が終わったら、2台進行に戻しますのでよろしくお願いします。そこらの力界にしては感謝します。寂しいところ。さあ、真ん中ディオバイオス、の崩しが決まって、モケモケレリウスが一歩先取している状況です。さあ、ドラマティックサミーしているのはプラチナで、レイチェルのバックステップ綺麗に今潰していきまして、たまらずバーストしていくレイチェル。さあ、これ中盤が通ります。バーストプラチナが潰っていく。わお、おーは B ボタンない 4B ですが、 4B の方が強い。さあ、強引にペルシャで突っ込むようとするが、追い返されてゲオルグも当たる。さあ、うまく逃がさないように風を使っていくが、中段はガード。しかしコンボを決めていく。あわわ、エンジェルおデブなんで当たってしまう。さあ、今 4B が見えたか、それとも C の漏れかわかんないですけど、多分 4B かな。出明かりを立ち入れて潰してプラチナが勝利、一本先取しております。さあ、真ん中親子対決、レリウスお父さんが強かった、ボケボケレリウスが勝利して、スピが中堅はベルアラクネが登場。そして奥はアマネが2タッチ中か、いや、まだですね、中堅戦で1ラウンド取っておりますが、2ラウンド目は狭間が大幅リードです。さあ、ただドリルがあるので、なんかよくわかんないうちに逆転される可能性があって怖いですね。さあ、はめている。アマネが、アマネが狭間をはめているぞ。体力が溶けていく。さあ、これはもうオーディー使わざるを得ないといった感じで使っていたが、5世で降りていって、あーっと CA の上から削りきれない。さあ、削っていった。これがアマネといった感じ。ドットから逆転ですね。ほぼ体力マックスの狭間を削りきりました。さあ、安倍氏アマネが振り抜きしている状況。奥の台で、手前台は 1-1 のファイナルラウンド、レイチェル・プラチナ中段ガード。さあ、ガードは硬い。 4B の硬直にプラチナホッピングしていくが、ちょっとコンボが、うおー、さあ、さらに立ち火暴れ。レイチェルも負けていない、強気に打っていって、さあ、これはマギカがロードのヒットですが、ラッキャンでコンボに行く。ハンマーからぽいぽい。さあ、ビーマミサボール、まだ残る。さあ、ミサイルは2段ジャンプ投げ。さあ、アルプラちゃん乗っております。先方戦を制しました。そして真ん中、レイウス対アラクネはレイウスが1本先取している状況。奥はアマネが2人抜き、大将はプラチナが引きずり出されております。さあ、真ん中でアラクネの猛攻はレリウスしのいでおりますね。さすがにアラクネ戦慣れているといったところ。
さあ、そして、手前台ファラさんのナインが中堅です。レベル1アクション。さあ真ん中だい、ボケボケレリウスが強い。ベルアラクネも下して早くもスーピーが大将。さあゴイちゃん久々に来ましたね。カゲツのレイテル。さあそしてこちらは唯一の少しない機会となりますよ。これはないんですか。これはチームで決まってさらにしっかり魔法陣もコンボに組み込んでいく。一歩転生したらない。レベル2アクション。さあダッシュの剣を的ですね。はい、後ろ A から。さあここはお礼切りじゃないかな。単純にコンボ見つった感じがするとないが。さあ現在ナインもレアキャラですからね。絶対なガード。さあ最新作ではないんで、ダバの人は変わっておりますけど、BBCF は従来通り、なんか現在ユズリハと同じっていう感じですね。さあ君サイトで削り切った。手前台あっという間に取り返していくのは、ファラのナイン。中堅戦に持ち込みます。さあそして真ん中台は先方大将。奥はさあここでエルドラドさんのプラチナか、踏ん張ったですかね。さあアベシアマネをノリノリのアベシアマネを下して、中堅はタコスタのタコスタ、間違えた。タコスタ、タコノさんのスタノです。The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. さあ現在1回戦は乗り合い台がね落ち着いてるということもあって三大進行です。さあ手前台中堅ファラナインが中堅こちらの地域で真っ白ラムダバーソン使ってきましたね。ああこの前ダッシュ後ろダッシュで戻ってくると多分硬直はあるんですけど分からんみたいなところですね。一本選手したらない。さあそして真ん中台は 1P 側ボケボケレリウスが止まらない。止まらない感じなのか。さあ手前台はないな。ここもおエクシーガがお強い。さあ今抜けてきましたよね。粉砕とも抜けてきた。おおスパイクは生ヒット。これは美味しい当たり方。コンボはできてる。さあ画面始まる。押し返していってレガシーを重ねていきますが、あまで抜けます。しかも中段もしっかりガードする。入れ替えからの粉砕とさあ勝てるガード。ここはラッキャン使ってないですね。ナイン。さあ突っ込んできた。削りで削りでやられてしまいましたがね。ファラナインが2人抜き。さあ星が逆転しました。というところで真ん中はモケモケリリウスが3立て、しまして、生きてて偉いチームがティーパーティーを下して2回戦進出です。はい、じゃあ左下、このキャラ昇竜ないんだけどチーム対キッズキッズチーム、代表者手を挙げてください。代表者神楽睦月
はい、キッズと、はい、じゃんけんお願いします。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. ワンピー、ワンピーあっちです。ガンダムだ。弁当さん呼んでるよ、弁当さん。さあ、奥川決まりました。エルダードプラチナが踏ん張ったんですが、タコノスタローはきっちり落としまして、勝利したのはパンパンですけど、これに真ん中でお願いします。真ん中でこのキャラ勝利ないんだけど、とキッズは真ん中の台でお願いします。キッズは先方決まった。はい、真ん中狭間スタノーです。始めてください。さあ、ナナセファンクラブが期待してさあ、どんな進行でなかなか忙しい。はい、奥側いきます。右側の斜めといきます。俺たち欲張りしたい冥界の女主人チームお願いしたいと思います。まさかの潰し台ですね。俺たち欲張りとアットライチ一人チーム代表者じゃんけんをお願いします。さあ、手前台は大将のオブカグラですけども、ナインがもう鬼、うん、昇竜ガード。ここはしっかり鬼竜王で倒しきる。冷静です、冷静。さあ、バースト差はありますがファイナルラウンドで持ち込みました。立ち絵対空強い。ナイン落として、しかもしっかり拾っていく中段。さあ、おしゃれに今 6C ではなく前へ挟むんですね。はい、奥、先方決まりましたね。まあ、片方決まってるんであれなんですけど、お願いしたいと思います。さあ、新白がカウンター。さあ、またも昇竜打ってくる。ナイン危ないところ。さあ、崩したいところ。ガード、まあ、中段ガード硬い。さあ、神楽ガードは硬いが捕まえられるか。ナインをさあ、バーストー。しかし、バー体がナチュラルにできるこのキャラ強いですね。チームファンですが2回戦、進出となります。おめでとうございます。